花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。今日はですね、もうあれですよ、令和ということにね、なりますけどもですね、はい、気分新たにですね、はい、金尾慶郎の音楽魂楽しんでいきたいと思います。お相手は松下俊美さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、早速ですけども、はい、まあ以前からね、何度もご紹介しましたけどもね、本日のゲストをご紹介しましょう。はい、鈴木司さんです。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。出ましたね。やっとですね。これソロって今日映像撮ってますけどもですね、この鈴木司ソロですね、クレイジーハープ司っていうね、愛称もありますけどもですね、風が吹けばっていうアルバムが、これ出来たてほやほや。そうですね。ね、オンエアでかけるのここ初めてじゃない。初めてね。そうですね。今日はね、その中からね、いろいろまあ、CD 中心にですね、ご紹介していきたいと思いますけどもですね、早速この出来たてほやほやの鈴木司ソロ「風が吹けば」の中からですね、このテーマになっています、タイトル曲ですね、「風が吹けば」聴いてみましょう。よくある話さ、忘れちまいなよ。ここに捨ててゆけ、涙の訳を。過ぎたことさ、終わった話さ。今も恋しくて風が吹けば季節も変わる、そのうち涙も乾くだろう。風が吹けば時も流れる、胸の だったぜ。
吹けばというね、曲をお届けしておりますけどもですね、これもご機嫌です ね、なんか雰囲気がいい雰囲気で、これやっぱ一番最後にかけるべきだったね。いや結構あの評判がいいんですよ、自分で言うのもあれなんですけど、なんか応援ソングだって言ってくれる人もいるし、要するに悲しいのをちょっとあのこう明るくヘッてな感じでこう歌ってる感じもあるんですけど、まあ撮る方いろいろいいと思うんですけど、なかなかそうね、うん、初めてその A メロ B メロ C メロまで行ってるっていう作品なんですよ。あ、なるほどね。別に何が難しいこと考えてやってるわけじゃないんですけど、まあ今までほらブルースってワンコードだったりスリーコードだったり、あってもサビが1回あるじゃんぐらいじゃないですか、そのサビのまた上のサビっていうかな、要するにメロディーとして C メロまである曲っていうのが僕にとってはそれ初めて作った感じなんですよね。あ、そうですか。今日はね鈴木司さん、ご紹介しておりますけどもですね、司魂のソロアルバムということでですね、これ、令和元年5月1日、ね、新時代の幕開けとともにリリースというね、全オリジナル12曲を収録という、これ素晴らしいねアルバムをご紹介しておりますけどもですね、鈴木司さんといえば、まあ前にもねご紹介しましたけども、横浜中心のね鬼殺しブルースバンドというね、はい、あのブルースバンドも長くもうどれぐらいになりましょうか。もう去年の夏で25周年をやって25周年、長いですね。なんかやっぱりその長くバンド続けるってコツありますかね。ないですね。ねえ、大体あのバンド問題が出るのは金か女かっていうところですよね。あのそこら辺なんかね、スムーズにいってるのかな。分け合ったり、譲り合ったり、まあでもね、いや、長く続けると結構難しいですよね。僕もバンドをね、やってましたけどもね、それぞれの気持ちがなんか、まあローリングストーンズとかほらビートルズにしてもね、長く続いてるっていうか、そういうバンドってこう、ビートルズは10もっと短かったね。短いですよね、意外とね。まあ、大変ですね。そのヒット曲がもうずっと、ね、長いからね、今もある、あるんでね。そうだよね。なんか。まあ、バンド長く。あと、だから、エディ・バーンさんとかのね、あと、誰ですか、宇崎さん、宇崎さんとかね、いろんな方の、ね、そうエディさんの名前出ましたけど、はいはい、今回オリジナル12曲で3曲カバーがあるんですよ、うん、で計15曲なんですけど、はい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 、その中に1曲もう要するに3曲ずっと僕が愛してきた曲なんで、うん、どうしても入れたかったその3曲なんですけど、これボーナストラックになってるね。そうそうそう、でそれに横浜ホンキートンクブルースってのがありまして、なんとその僕が歌ってるんですけど、うん、リードギターはエディ・バンが弾いてくれるんですよ。すごい、本当豪華、あれそれちょっと聞きたいような感じです、ね、いいじゃないですか、ちょこっと聞いてみますかね、これ。いや、どうします、あとね皆さん聞きたいよね、ボーナストラックね、これボーナストラックって トラック何になってるの、何13とか、じゃあ13ですね、13曲目をちょっと聞いてみましょうか。ょ、横浜ホンキートークブルース、悲しくて映るグラスはブルースの色、例えばブルースなんて聞きたい夜は横浜ホンキートンクブルース、フェミングウェイなんかにかぶれちゃってさ、フローズンダイキリなんかに酔いしれていた。あんた知らない、そんな
横浜ホンキートンクブルース飯を食うならオリジナル上手なんて北船こと抜かしていた甘色の髪のさらって女さん横浜ポンキートンクウーマンあなたの影を探し求めて一人さすらったこの街角本木あたりの昔の話さ横浜ホンキートンクブルースですよね。さすがやっぱエディーバーンさん、うん、ねギター存在感もう力が抜けまくってて、ま、うん、いいね、でちょうどねその頃は、うん、夏に病気して1回入院して、うんうん、ですぐに手術っつってたのが、はいはい、なかなかできなくて1回退院してきて、うん、その時に弾いてくれた抜け出して、どうなんですか、いや抜け出してっていうか手術の日がなかなか決まらなくてそうなんだ、だから逆にそのインターバルすごく不安定だったわけですよ、はいはいはい、手術するまでの間が、うんうんうん、で真夏で真夏ってまあ9月は入ってたけどまだ暑い時期で、うん、メイプルハウスまでね目黒の中目、うん芸大かまで来ていただいて、うんうん、本当にありがたかったですよ、うん、豪華ですね、そうね素晴らしいと思う、やっぱりなんかこう気持ちが入ってるっていうかね、なんかすごいなんていうか、うん、やっぱりほら作った本人だからね、ねそれすごく贅沢ですよ ね、ありがたいですよね、素晴らしいよね、いやこの間ちょっとお元気になられてね、タメちゃんのパーティーの時にね、伺ったらエディさんひょっとしたら来れないんじゃないかっていう話でね、道で会ったのよあれ入院してたんじゃないですかってここにいるじゃねえかとか言われてでもちょっとお元気そうにね、な姿見れてね本当嬉しかったですよね、タバコはさすがにやめたみたいですね、いやだからアルコールも、うん、だってノンアルコールこの間はねだけど今多少は薄くは飲んでるみたいな本当ですかじゃダメなんじゃないですかいやノンアルコールってね、うん、カノ君ノンアルコールしたらうまくねえなとか言いながら5本飲んでたよ4、5本いやでもねいつまでもお元気で ね、いらしてね、皆さんなんか証券さんもなくなっちゃうし裕也さんもなくなっちゃうしね、うん、そうですね、なんかこう、昭和の不良たちがね、そう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 ね、まあ、それぞれ体も気をつけながらねまだこうやって歌えるっていうことが幸せですよね、なんかね、そうですね、ということでですね今日は鈴木司さんソロアルバム発売になりました、風が吹けばというね、アルバムの中からご紹介しております。さてね今日はねいろんな曲をちょっとご紹介したいのでまあかいつまんでというかね、はい、いろいろこの中からご紹介いたしましょう、うん、これはあれですかどこで販売というかまあ僕ら の基本はやっぱ売り歩くっていうのは、うん、ライブなんかでねライブ会場で売り歩くっていうのは基本なんですけど、ね、今ネット販売 のベースっていうのがあるんですけど、はい、それ載せて
僕のホームページの僕 の, あのスケジュールの行くとちゃんと出てるんですけど、うん、またフェイスブックにこの間載せたんじゃなかったかな、うん、まあ、要するにベースっていうあれがあって、うん、はいはいはい、そこにあのとあの行くと、うん、あのお買い上げみたいな感じで、あなって、はいはいはい、で発送するのは僕なんですけど、あそうなんだ、一時ほらアマゾンとか簡単じゃないですか、でやっぱり個人で入るのはちょっと手数料的に厳しいんで、ちょうどいいものをね、あの、うん、紹介してもらった人がね、あとは、まあ、当然ライブ会場、うんうんうん、あとお近くの方は連絡いただければ宅配しますんで、ね、俺たちもそれだよ ね、お得じゃないですかね、うん、そうそうそう、でも今俺この間も話したんだけど、ライブ会場でその CD を歌ってね、 CD をそのお買い上げいただくって、この間九州行ってきたんだけど、結構ね歌うとね買っていただけるんですよ。でやっぱサインをしてね、なんかこう一緒に写真撮ったりすると思い出になるじゃないですか。この間鶴見、あ鶴見ありがとうございました。いやいやいや、楽しかった、すごい。あの時結構なんか好評だったらしいじゃないですか。いやいやいや、あの時も少しねお買い上げいただいたりとかね、あのしましたけどですね、あの楽しかった。ああいうあの、うん、街がねああいうので、うん、まああの、活気づくっていうかね、うん、賑やかになるってもいいですよね、うんうん、まあ第1回目のね試みでしたけどね、今後ともまたよろしくお願いいたします、はい、こちらこそ、楽しかったですね、はい、松下さんもなんか無理やりあの歌ってましたよね、もう私は観客で行ったのにね、ラーメン食べて、隣のお店で美味しいラーメンを食べて、で加納さんのところに行ったらいきなり歌って、その辺までラーメンが残ってて、たけしがさえ座ってんじゃないよとかたけしがねなんか姉さん出番でしょとか、そう楽しかった、楽しかったです ね、うん、またぜひ、ああいう、ね、またぜひぜひ、ああいうこともいいですけども、うん、あ今度そういえば、うん、あのまああの後ほどね、あの塚さんのスケジュールも聞きますが、あの似たような感じ、湘南台のほら、ありますね、ああ、僕も出るやつね、うん、はい、湘南台これ5月の25日25日土曜日ですね、一緒になります。あの湘南台自体がまあいろんなお店で、そのまあブルース系とかそのいろいろ ねいろんな方が出て、あの街中でこう歌うっていうイベントなんですけどもですね、それも楽しみにねしていただきたいと思います。その時はどこでやるんですか、湘南台。ね、今回司作は、うん、司と桜田は、純ちゃんだけなのかな、なぜかっていうと僕はあれなんですよ、この時あのハーモニカ、なんだっけバトルじゃなくてハーモニカ吹きばっかりこう集まる、うん、そのイベントがあるの、イベントというか時間があって、はいはいはい、そして湘南台でショーの中にそういうものを一つくくりを作ったわけですよ。その中にあるの、でそこにハーモニカプレイヤーが10人以上何人かちょっと僕は把握してないんですけど、うんうんうん、そこに僕は出るから、あそういうこと2回とみなされてるのか分かんないですけど、はいはいはい、だから純ちゃんだけみたいなこと言ってましたね。あ僕も純ちゃんだけですよ。あじゃあそうなんだ、純ちゃん、あ、うん、じゃあやっぱ増えたんですね、だから僕もね純ちゃんだけですね、おそらくあれ一番最後のステージになると思いますけど、でもどうせまた加納さんとひっついてるんですね、塚さんがでも純ちゃんって俊ちゃんとかもあるんでしょ、俊ちゃん菊田俊介、俊ちゃんは2回ぐらいある、そうなんだ、あとあの人まこちゃん、そう、誠さんも多分今回は1回みたいですね。あ、そうなんだ。うん、みんなそういう風になるんだね。なるほどね。俺3連チャンになるのよ、そのライブが。ああ、いいじゃないですか。うん、まあ、それ後でご紹介しましょう。ね、はい、まずね、今回の、まあ、アルバムのね、発売っていうことでですね、その発売記念ライブみたいなスケジュール、ちょっとざーっとご紹介していただけますか。はい。はい、レコ発ライブということでは、はい、この写真 CD の写真を撮ったあのスリミのあるバーがあるんですけど、ほうほうほう、ブーザーズっていうんですけど、はい、そこはまああの3人のアコースティックライブみたいな感じになるんですが、はいはい、それが、5月の12日あ5月12日ブーザーズですね、日曜日なんですけど、はいはい、一応ちょっと早めの7時ぐらいからスタートで、はいはい、僕鈴木司と桜田武史と、はい、あと藤井正幸、リズムで入りますんで、はい、それからその週の、土曜日5月18日、うん、5月18日ね、このメイプルハウスでやるレコ発ライブが、はい、メインですね、あこれがメインなのね、5月18日メイプルハウスですね、はい、これはバンドになりましょうか、もうほとんど鬼殺しが全般やりますけど、はい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 、あと、うん、今引っ張りだこのトモチンって言いましたよね、ほうほう、鍵盤 のスキンヘッドの人がいるんですけどね、はい、まあ、その人に、はい、もう当然その
この CD に入ってる人たちばっかりなんですよ、うん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 、なるほどね、で5月23日はこう Always、はいはい、こ場所どこなんだ、あの戸塚 の、はい、あの踊り場っていう駅があるじゃないですか、はい、ありますね、とてもあの素敵なあのバーで、おー、R&B が常に流れていて、あ、そうですか、これ5月23日オールウェイズ、オールウェイズですね、で5月25日が、まあ先ほど湘南台でショーということでね、で5月26日これは沼津、沼津、ここ数年よく呼ばれていくんですけど ね沼津エロス、エロス、なんか名前がいいじゃないですか、見たことある、いやフェイスブックでエロス本当にエロっぽいね、っていうかいつも普通のバーなんだけど、名前がエロスってだけに、この間10周年パーティーでやっぱ僕ら鬼殺しで行ったんですけど、もうすごかったですよ、SM ショーとストリップと、マジで最後鬼殺し、マジで素晴らしい、そういうのね、俺博多時代によくあったよ、バンドってさ、ストリップ小屋で結構バンド演奏することがあったのよ、懐かしい、いやでもね、その SM ショーにしても、あとアポールダンスもあったか、あ、どっちかっていうとこの、ストリップと SM ショーは当然エッジ系じゃないですか、ところがね、やっぱみんなプロなんですよ、あ、確かに、だからね、見ててね、いや大したもんだって逆にね、勉強になりますよ、あ、やっぱりね、そういう、俺らもね、博多の時合宿行ってこいって言われて、長崎に一回行ったことあって、ホテルでフィリピン の、あの女性がバンブーダンスやってるわけ、ショーとして、その合間に出るんだから、そういうのあったよ、でも楽しいね、でもね、見てるとやっぱきっちりみんなね、ちゃんともうプロとしてのね、かっこいい、素晴らしいと思うね、はい、そういうことですね、これで6月7日これはハイダウェイ、ハイダウェイ、南林間ハイダウェイ、6月7日ですね、はい、これは塚さんと桜田、塚さんと桜田ですね、はい、はい、それと6月8日今度メイプルハウスブルースフェス、これは毎年1年に1遍やってるメイプルハウスの、はい、イベントで、2日間やるんですよね、ジャズとブルースと、で僕らはその6月8日の、ブルースフェスの方に、出させていただき、鬼殺しで出ますんで、あ、鬼殺し、はいはいはい、6月28日オーフランハニービーですね、はい、あの以前ねご一緒させていただいたことが懐かしいですよね、オーフランハニービー、これは6月28日ですね、はい、で6月29日これが中華3番、はい、そうね、湘南台さんのね、そうです、あの中華3番ですね、湘南台でしょうのボスですね、ボスね、これが6月29日、はい、これは塚さんと桜田で、はいはい、で、7月21日ウォーターカラーサロンライブというね、ウォーターカラーサロンライブ、はい、これが7月21日、はいはい、で7月27日もう一度メイプルハウス、そうですね、実はこ あの27日のメイプルハウスっていうのは、2ヶ月に一遍鬼殺しが、最終土曜日にやってる、決まってんだ、やってるんですね、はいはいはい、その日なんですね、これがね、あ、そうですか、ということでね、あの少しずつあの、はい、スケジュールもたくさんね、あの詰まっておりますが、はい、ぜひね、皆さんお越しライブをね、見にご覧になっていただきたいと思います、はい、それでこうライブ会場でね CD を買っていただくっていうね、あ、それで一つだけすいません、なんかいいですか、飛ばして、これに載ってないんだけど、この間決まったのが6月の13日、サムズバー野毛 の、のサムズ バ、ムズバ、はいはいはい、塚さんと桜田9区決まりましたので、ああそうですか、これじゃあ、ね、この時もね、CD 持ち歩いて、そうですね、大変ですけどね、行商ね、すいませんということでね、この CD の中からもう一度、はい、もう一曲ね、はい、聞いてみましょうか、ね、これ風にちなんだ歌、そうそうです、このアルバムは風にちなんだ曲が3曲入ってまして、先ほどの風が吹けばと、あと風の記憶ってのがあるんですけど、その間に、通風面ブルースってのがありまして、通風ね、これも風ですからね、通風面ブルースっていうのがありますか、これが、ちょっと待ってね、5番、トラック5ですね、はい、通風面ブルース聞いてみましょうか、はい、
血が痛む朝目が覚めたら親指がうずく痛風の悪化に違いない這いずるようにベッドを出ても歩くことすらてて白衣の天使に罪悪をせがむ2回目からは自分でやってくださいね天使に座役をせがむいい言葉じゃないですか2回目から自分でやってくださいいらっしゃるんですよ。白衣の天使が。あ、今日松野まっちゃんもね来てもらってね。あ、お久しぶりです。どうもありがとうございます。そうでしたか。ねえ、これなんか通風やってたの結構。あの生まれ好きなんですね僕の場合は。だってもう20代で発作出てましたから。へえ、そうなんだ。で、まあ酒飲みは酒飲みなんで。今でもずっと薬飲み続けてて逆に平均よりも下がっちゃって。あ、少しくるあの薬止めていいですよなんて医者にも言われるぐらい、優等生なんですよ。あ、そうなんですか、なんちゃってね、そんなあるんですね。痛風ね、でも結構あれはその、食事制限とか、そうそう、であれは、そんなのやってたら食うものなくなっちゃいますよ。そうでしょ、だって豆腐もダメなんだもん。そうなの、大豆系とか。だからもう薬とビールを交互に飲んでみたいな薬飲んでんからいいんだろうぐらいなね。だけどいつまにかビールもあんま飲まなくなったし、別にそれを気にしてて言えばなく、あとそうですね、制限はしてないけど、なんか走ったりいろいろしたりしてるから、ああそうなんだ、なんか下がってきて、運動してよくわかんないけど、ある程度ね、それいいよね。落ち着くなってことないのに、もうすぐ痛いらしいね。痛いですよ。で、あの要するにあの桜田も あいつ痛風もして、結構贅沢病とかじゃないの。そうそう、美味しいもの食べ過ぎとか言いますよね。遺伝ですよ。あ、本当。確かに美味しいものは、それは誰だって好きじゃないです、いや、俺でも割と控えるよ、肉ばっかり食べたりとかしないし、なんかこう自然に昔からね、そんな感じなんだよね。だからあんまり縁がないけども、この曲にはちょっとこもってるよね、魂が伝わりますよね本当に。痛風ブルースじゃなくてな、痛風メン、まあ、痛風メンブルース、だから桜田とは痛風メンブラザーズって言われる。そうかそうか、なるほどね。ということでね、今回はですね、司、魂のソロアルバムの中から風が吹けばの中からね、ご紹介しておりますけどもですね、いかがでしたでしょうか。なんかファックス来てます。はい、来てます。ご紹介しましょう、ね、はい。これは博多のミキさん、いただきました。皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。気持ちの良い晴れた博多です。今日もこちらも晴れてますね、先週の金玉も楽しみました。ありがとうございます。としみさん、アントニオの歌もありがとうございました。けどカナオさんも言われてましたが、オイラもとしみさんの日本語の歌が大好きなんで、アントニオも日本語の方で歌ってほしいなって思っちゃいました。知らんよお前ね、日本語とかあるの。ありますね、そうなんだ。ありますけど、はい。さて今日のゲストはついにソロアルバムを完成させた司さんですね。お帰りなさい、はい、約束の場所へ、
そしておめでとうございます、うん、考えたら久しぶりにクレイジーハープ、うん、クレイジーハープでしょ、うん、クレイジーハープが楽しめ、うん、司桜田の、うん、サウンドも楽しめますね、うん、すごく嬉しいです。あ、今日はね、ちょっとお休みで、桜田君がね、ちょっとお休み、今日はね、ね、ちょっと旅行で、ね、あ、はい、でもまずいいんじゃないですか。いや、なんか昨日かなんか言ってる、そんなこと、ラジオで言います？もう、余計な、ことなく、うん、この素敵な時間を楽しんで、リクエストもなしです。はい、ありがとうございます。そうそう、あと1週間で、うんうん、こっちに久しぶりに帰ってくるアミタメさんもいらっしゃるし、アミタメね、はい、博多行くんでね、はい、うん、ご親戚が平戸にいらっしゃる司さんが、うん、九州でライブやんないのはおかしいんじゃありませんかい。あ、まあ ね、 ね、詳しいよね、詳しいですね、聞いとるね、博多でね。そうそう、そういえば結婚式に行かれた話をね、1年前です ね、 ね、あ、そうか、そうか、それを覚えてる、うん、あ、博多のミキさん、どうもありがとう、ありがとうございます、ね、まあ、機会があれば絶対、最近筋トレしてるみたいだからね、みんな筋トレ中なんか聞いてくれてると思うよ。本当に、うん、すごいすごい、うん、みんな鍛えてます ね、 ね、もう一ついいですか。はいはい、こんにちは、大阪の荒木聖子です。荒木聖子さん、はい、カナオさん、としみさん、桜田さん、はい、本日のゲスト、鬼殺しブルースバンドの皆様、はい、皆様ではないんですけどね、うん、これは令和新年号第1回目ゲストおめでとうございます。あ、そうなんだ、そう、今日第1回目ですね、うん、初代1回目ですね、はい、ハワイ旅行ついてないですか。連れてきますよ。いやいやいや、いいですか、ね、今日のカナオさんのおたけびは、はいはい、直立で受けてみようかと、カモンが楽しみにしてますよ、だって。え、直立不動で、ああ、ありがとうございます、ね、ゆっくりゆっくり言いますよね、それを寝て聞いてくださいよ、ね、寝て、いろいろ動画をチェックしてましたら、はい、ブルースとは横浜愛、うんうん、かっこよすぎですね、うん、本日発売の風が吹けばじっくり聞きたいですね。 ありがとうございます、カナオさんの番組が11年を迎え、はい、ますますの令和とともに素晴らしい楽曲ともにアーティストを掘り下げて、今日もこれ何ですか、剥がしてくださいね。はい、掘り下げて剥がしてくださいねです。はい、ありがとうございます、聖子ちゃん、ありがとうございます、ね、大阪の、ね、方とかね、いろんな地方の方とかもね、聞いていただけて、やっぱり 10年もう過ぎましたけども、11年目になりますけどもですね、うん、長くこうやらせていただいてよかったなと思いますよね。はい、うん、やっぱりなかなかこう年齢もそうなんですけども、大体こう体痛めたりとかね、遠いところに行かれたりとかっていう方もね、いらっしゃるんだけども、なんかでもこうやってラジオを続けることでですね、いろんな方たちとまた出会うことができてですね、僕はもう本当に幸せですけどもね、ということでね、大阪の聖子さん、ありがとうございます、ありがとうございました、ね、今日はね、風が吹けばの中からね、いろいろ聞いていただいてますけどもですね、そう、風にちなんだ歌、ね、これでもなんかこう家へ帰ろうっていうのもよくね、私好き、あ、もうこれはもう定番です、ニコロシ結成の時から歌ってる曲なんで、あ、もう25年以上歌ってるってことですね、僕がね、あ、ほんと、家へ帰ろうちょっと聞いてみようか、どんな感じになってるのか、家へ帰ろう、ちょっとトラック7になりますけども、はい、聞いてみましょうか、家へ帰ろう、
ということでね、家へ帰ろう、これはもうなんかみんなのこう気持ちが一つになった感じがね、いいですよね。ありがとうございます。ところでその今日着てる T シャツいいじゃないですか、これ、ね、何それ。これは T's Records、 司のレコード。一応僕がレーベルを立ち上げる、ほうほうほう、立ってきてるんですね。でこの後ろが、うん、後ろなんか、ああそれいいね、 T ね、それね、うん、あこれ素敵じゃないですか。デザインもシンプルで ね、 ね、うん、この T は要するに引き体をこう稲妻に見立てて、おうおうおう、これだけは僕が描いて、あとはパソコンでこう、うん、作った自体のサンダーの感じもね、そうそうそう、 T のね、うん、でもこれ紺にそのなんか色もすごくいいですね。色何色があるのそれ。一応紺だけです。ネイビーですね。ネイビーね。要するにこのメーカーのネイビーカラーっていうと、なんとかかんとかっていうことを言われたんですけど、じゃあネイビーならいい。そうなんだ。そうそうそう。すごくいい色。いい色だよね。うん、ね。うん、ティーズレコーズ、一応、ね、販売はしてますけど、もともとスタッフ用に作ったので、うん、販売目的じゃなかったんですけど、うん、20枚ぐらい今のところリクエスト、うん、注文があって、うん、ちょっと追加でこの間何枚か、そういうのがね、反則物が あると、ね、ものすごいいいらしいよ、これ CD はおいくらですか。ちなみに CD2500円、 T シャツも2500円です、はい、2500円、じゃあ2枚で5000円、うん、2枚で5000円です。消費税込みですから ね、 ね、いいじゃないですかそれ。ぜひお買い求め、シンプルでね、なかなかいい。そう、私もそれ、そのマシこう奥ホワイトじゃないとこがいいね。そうですね、そこのほら、うん、ちょっ と、ね、黄色みがかって、うん、クリームっぽい、濃いところがまたね、おしゃれ、うん、ね、おしゃれでいい。もう俺デザインうるさいからね。デザイナーのでもハイセンス金子だもんだって。デザイナーの息子さん。いやいや、母がやっぱりデザインしてたのね、うん、洋服とかを作ってたりしたんで、なるほど。だから文化服装学園ってあるじゃん、インカ、うんうん、それのだからできる一番最初の生徒だったの、生徒っていうかもう90いくつだけど、なるほど、うん、この間写真に写ってた人、そう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 、それはもともとね、そういうデザインとかの仕事してたんですけど、全然俺受け継いでないけどね、うん、もうそろそろ T シャツ作ったらどうですか、花尾さんも。あ、私ですか、うん、もう、うん、ね、そうですね、そろそろね、11周年を迎えて、いやいや、令和の今令和の T シャツとかみんな出してますよね。令和っていう令っていう字はちょっと結構 ね、 いいあれだけどね、なかなか難しいよね。でも鈴木の司さんのこっちは令じゃない、点でしょ、あれこだわる人がいて、違う、うん、要するに要するにカタカナで言うと「ま」みたいなところが、あそこを「ま」じゃなくて直線にするっていうこだわりのある人がいますね。それはね、うん、何か「令、うん」は特にね、だ令入ってるよね、お金の金と令は今年は大金持ちになる。なるほど、売れる売れる。なるほど、ね、そういうふうに、そうそう、ね、確かに忙しいんですよ。どうでしょう、うん、もう2月ぐらいからどうしちゃったのってぐらい。本当いい、3キロぐらい痩せちゃったもん。痩せた、痩せた、忙しくて、だから、まあ、そういうのが一番いいね、精神的にも。要するに仕事がきついのももちろんなんですけど、うん、追われるそのうわ、ん、なんとかしないけど、休みなしでしたよ。あ、この前もちょっとお疲れでしたよね、そういえば。パラダイスカフェお願いした時ね、ピークだったんじゃないかと思って、そうですね、あの時ね、ということでね、今日は鈴木司さん、クレイジーハープ司さんのね、登場ですけどもですね、このまあつかさ&桜田っていうユニットと、うん、まあ鬼殺しと、まあそれがメインになりましょうかね、ライブ。それでゲストバンドという言い方が正しいのか分かんないですけど、うんうん、まあ、ユニット的に鬼殺し、あと、うん、つかさんと桜田っていうユニットがあって、うんうん、それとは全く別で、まあ、桜田くんは入ってるけど、うん、藤井正幸がドラムで、うん、あと中本中さん、中さん、あみため中の中さんね、出ない、違う、ごめんなさい、ベースの中さんね、そうです、そうです、失礼しました、もう入ってますしね、あ、はい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 、あ、そうですか、ソーバットレビューの、はいはいはい、はい、うん、
そうですね、なかなかね、本当にね、こう楽しい感じの、ライブがね展開されておりますけども、この日来れないんだよね、加納さんね、5月の18日がね、18で、南林館ハイダウェイライブですね。あのライブ、あ、ね、僕のライブちょっとスケジュールご紹介しますか。松下さん分かる？分かりますよ、はい、今月は5月18日、はい、南林館ハイダウェイと5月24日赤坂フラットンカンティーナ、あ、これ24日が赤坂フラットンカンティーナですね、はいはい、それと、加納さんは25日が湘南大でしょう、湘南大でしょう、純ちゃん、で俺ね26日観音崎ちょっと行くのよ。あ、ライブですか。うん、だから 3日間観音崎の、あの元グッピーのマスターのとこ、あ、うん、それで、あの鹿野くんとかとね、あ、27もなんかあるって言ってました、うん、追加で、あ、ないですか。あ、27はないですね。6月8日がスモーキーですね、これはたけしと、はい、としみ、あなたもそうですね、で6月21日たけし&としみ、あなたもですね、うんうん、私もです、そう、3回ですよ、6月21日アビームですね、これね、巻いた、あ、巻いたね、そんな感じで、あとはね、あの7月は福島行ったり、あのやりしますね、6月頭はあれですよね、沖縄、あ、それはまだ6月の頭沖縄に、ちょっとそれは ね、あのライブっていうか、あの青年の家みたいなとこで、あの青少年の育成の感じでね、でちょっとキャンプファイアしながら、あ、いいですね、そこでちょっと歌うっていう ね、何人ぐらい集まるんですか、そこは。おそらくね90人ぐらいかな、子供たちの前で歌うんですけど、なるほど、それはまあライブっていうか、うん、合宿場みたいなところでね、うん、いいですね、ちょっと行きますけどもですね、はい、またね、お楽しみいただきたいと思います、時間来るね、風のもう一曲ね、うん、風にちなんだ歌のね、この中からじゃあ今日は、風の記憶っていう、ね、これはインストゥルメンタルなんですけど、あ、これはなんか僕もすごい思い出深い曲です、これね、加納さんと出会いの時に、そうです、そうですね、出会いの時ね、会いに行ったのよ、うん、スカサンド桜座っていう、あの横浜でね、吉野町でした、はいはいはい、でライブ会場に行って、その時に初めて会った時にこれをやってて、なんかいわゆるブルースっていうかね、まあ、もちろんブルースなんだけども、この曲を聴いた時になんかやっぱホッとしたのね、うん、なんか、うん、すごく印象に残ってる曲なんです、風の記憶。Thank you.
海の音とともにですね、あの素晴らしいあの、うん、メロディーがね、ありがとうございます、いやこれやっぱりね聞いた時にあなんかあ分かるすごくね、うん、ブルースのイメージってあるじゃない、まあこれはブルースではないですからね、でもそのブルースっていう僕の中にイメージがあったのが、うん、やっぱその幅を感じるわけですよね、うん、ありがとうございます、音楽的なね、うんうんうん、やっぱりその素晴らしいなとか思いましたけどね、ジンときますね、うん、これちょっとね僕が感動しましたね、これ、今日はですね、鈴木司さんのソロアルバム、初ソロアルバムになりますね、風が吹けばの中からね、今日は生放送というか生歌がねなかなか今日、まあ、CD 中心にねお届けいたしましたけどもいかがでしたでしょうか、ということでね、この風の記憶、いいですねこれは。よしということでですね、はい、いかがですか松下さん。いやもうなんかいいですね、ありがとうございます、本当、うん、じっくりなんか聞いてみたいです、うん、なんかねあのレコ発いけないのが残念だけども、ね、皆さんぜひ行ってくださいね、ねぜひ、うん、すごい豪華になりそうですね、うん、これ5月18日がメインの、まあ、メイクハウスとりあえずね、はい、そこから始まる、ね、メイクハウスライブということで、うん、ぜひぜひぜひね皆さん全国行ってください、呼んでください、行きますよって呼んでくれたら行くよね、呼んでくれたら行きますよね、うん、そうね、うん、行きたいですけどもですね、あのということでね、ご紹介しました、最後なんか一緒に歌いますか、ね、そうですね、はい、俺歌もうなんかこう歌うのもあれかな、あこれだった、なんか鳴りもありますか、あります、皆さんあの忘れてた、これでまあ結構あまあ不良中年がこう揃ったということで、不良中年揃ったというか不良中年の勧めになりましょうかね、いよいよよろしゅうございましょうか、はい、いきますよ、はい、ワン・ツー・フィー・フォー、叩かれた分だけ強くなれるのさ。
い、ということでですね、金尾義郎不良中年のすすめ、ありがとうございました、やらせていただきましたけれども、また次回来た時はね、ぜひ生演奏でね、歌ってください、やりましょうね、ぜひ、桜田君もね、おそらくね、はい、一緒にいると思いますので、ね、うん、ということで、いかがでしたか今日は。まあ楽しかったです。ありがとうございます。ね、他人、いいいい、ぜひぜひ、ぜひね、このまた来てください。司、魂のソロカルマ、風が吹けば。けばねえ、これはね、ぜひね、お買い求めいただきたいと思います。はい、これ多分いろんなタイプの曲もあるし、ね、オリジナルね。がほとんどですよね、長く歌ってるオリジナルもあれば、うん、それこそ風が吹けばってのはまだできて1年経ってないですね、あ、できたばっかりで、うん、これいいですよ ね、これをということでね、来週は金玉ということになりましょうかあ、そうなんですか、ライブ、はい、金玉ということでね、うん、そうです、あっという間の1時間でしたけどもね、本当ですね、うん、もう早い、おいては松下としみさん、はい、ありがとうございました、はい、松下としみでした本日のゲストはですね、はい、鈴木司さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、また来週お会いいたしましょう、あ、動画のキキさんもありがとうございました、まっちゃんもどうもありがとうございました、ということでね、これですね、これ、風が吹けばよろしくお願いいたします、 See you next time、 ありがとうございました、香り罠の花が辺りを尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今はない、福地の山に見る A riverside my hometown、 季節は I'm a dog